ベス・ハイデンは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、マディソン出身のドイツ系アメリカ人の元女子、スピードスケート選手、自転車競技及びクロスカントリースキー選手。本名は、エリザベス・リー・ハイデン・リード。実刑に、エリック・ハイデン。1976年インスブルックオリンピック及び、1980年、レイク・プラシット・オリンピックでは兄弟揃って、出場を果たした。 1976年のインスブルックオリンピックでは3000メートルに出場し11位。1978年、世界ジュニアスピードスケート選手権大会優勝。1979年、世界オールラウンドスピードスケート選手権大会で総合優勝。世界ジュニアスピードスケート選手権大会連覇。1980年のレイクプラシットオリンピックでは3000メートルに 出場し、銅メダルを獲得した。なお、兄のエリックは承知の通り、同大会5種目完全制覇を成し遂げた。その後、自転車競技のロードレース全米選手権を制覇、そして同年のロードレース世界選手権でも優勝した。その後は、バーモント大学の学生として学業に専念する、傍ら、クロスカントリースキーに取り組み、 同種目の NCWA 大会で優勝を果たしている。ありがとうございます。